内閣職権は、1885年12月22日に、大乗大臣公尺三条、耳の太ちによって通達された、内閣総理大臣の職務及び、内閣運営方法を定めた直視。同日に発せられた、大乗官ち第69号による、内閣制度の導入を前提とするものである。大日本帝国憲法に先立って制定され、大日本帝国憲法に、内閣、 内閣総理大臣の規定がないのはこのためである。なお、同時に内閣職権をテーブル直視破格官心へのための達しに止まり、官報に掲載しないとする内閣初期官庁通達も出された。1889年12月24日、内閣官制の制定により、大上官達第69号とともに実効性を喪失した。 1885年12月22日、大乗た立第69号が発せられ、中央政府首脳部の体制は、大乗官制から内閣制へ移行した。また、同日、三条、耳大乗大臣の立ちにより、内閣総理大臣の権限などを定める、内閣職権を定める直詞が通達された。大乗たち第69号では、大乗大臣、左右大臣、 三義及び各省協の職制を廃止、新たに内閣総理大臣並びに、区内、外務、内務、大倉、陸軍、海軍、司法、文部、農商務及び、定審の各大臣を置くこと、内閣総理大臣及び、各大臣をもって内閣を組織すること、の2項目が定められた。これにより、宮中と府中の別が明定され、 行政責任を各省大臣が個別に追う体制の基礎が生まれた。また、内閣職権では、内閣機構の運営基準、主として、内閣総理大臣の職務権限が定められた。内閣総理大臣は、各大臣の主犯として、義務を総選し旨を受けたまわりて体制の方向を、指示し行政各部を、党、特すとあり、形の上では強力な権限を与えられていた。 しかし実際には、薩長反末が対立均衡している下で、内閣が十分に力を発揮することは難しかった。二つの法令が定められたのと同じ日に、明治天皇によって、参議であった伊藤博文が初代の内閣総理大臣に任命され、第一次伊藤内閣を組織した。その後、1889年に第二本、帝国憲法を2月11日交付。 1890年11月29日施行が制定された。同憲法では内閣及び内閣総理大臣の定めは置かれず、同55条は国務各大臣派天皇を保筆しそれの攻めに任すとして内閣総理大臣は他の国務大臣と同等なものと規定された。憲法の施行に先立って内閣官制が定められ、大上官達第69号及び 内閣職権は実効性を喪失した。内閣官制第2条では内閣総理大臣八閣大臣の主犯として、金尾総選手旨を承けて行政各部の統一を保持すとされ、以前の内閣職権第1条における内閣総理大臣八閣大臣の主犯として、金尾総選手旨を受けたまわりて体制の方向を、指示し行政各部を、党、特すという、党、 特斯という語が法スに変更された。この結果条文上は内閣総理大臣の主導権が減少した。戦前の日本の立憲制がドイツの制度を模範としたことは知られているが、内閣職権は当時のドイツ帝国の内閣制度ではなく、イギリスの議員内閣制の影響も含まれたハルデンベルク管制をモデルにしたとされている。これは、 自由民権派が求めるようなイギリスの議員内閣制そのものは否定して天皇の権威の絶対化を目指すものの同時にドイツ帝国の体制は皇帝の権限が強すぎるためにそのまま導入した場合当時明治天皇からの信任が扱った宮中保守派が求める天皇申請への道を開きかねないというジレンマの中で天皇の権威の確立と政治への直接関与の 阻止という両方を実現するための苦肉の策でもあった。ありがとうございます。